皆さんこんにちは、モノモース系バーチャル YouTuber のモノモースです。今日は、日本初の新型コロナワクチン、レプリコンワクチンについてお話ししたいと思います。このワクチンは10月1日から日本で定期セスとしてスタートしましたが、ネット上では不安の声が広がっています。特に、他の人にうつのではないか、いや、どこまで増え続けるのか、といった懸念があるようです。では、このレプリコンワクチンとは何なのか、これは従来のメッセンジャー RNA ワクチンとは異なり、体内で自己増幅することで、より長い効果を期待できるとされて います。この技術は確かに新しいものですので不安を感じる方がいるのも無理はありませんそれではなぜ厚労大臣が安全と言い切れるのかここに目を向けてみましょう福岡厚労大臣は科学的知見に基づいて安全性や有効性が確認されていると強調していますしかし過去の薬害事件を考えると多くの方が慎重になるのも理解できますそのため私たちが求めるべきは透明性です政府はワクチンの安全性についての情報を開示し続けるべきです質疑問や懸念に対しても明確な答え を提供する必要がありますこうすることで少しでもファンを和らげることができるのではないでしょうかまた視聴者のコメントにもあるようにまず政府関係者が接ししてみてはという提案もありますこれも一つの信頼を得る資産かもしれませんワクチンの効果や安全性に対する自信を身をもって示すことは言葉以上の説得力を持つでしょうただし全員が同じ考え方を持つ必要はありません大事なのは自分の考えをしっかりと持つこととその考えを形成する上で様々な情報をしっかりと集めて実行 すすることです最後に、レプリコンワクチンが実際に多くの命を救う可能性を秘めていることも忘れてはいけません。医療の進歩は常にリスクと隣り合わせであり、だからこそ、慎重にしかし前向きに考えることが必要だと思います。皆さんも、情報を集めて自分にとって最適な選択をしてください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。